さあここはどうしますか。ランナー二塁一塁のアウト。みんなも普通に打たすんじゃないですかね。さあこの後は野口の打順で T 岡田選手が出てきました。ここで送りますか。ダメ押しに行きますか。そうですね。今日一軍に登録された背番号55番初球ボール2球目これも大きく逆球という形になって内側、ね、はい今日義母選手がヒット3番これプロに入って初の、まあ、3安打ということになります。今日紅林が2年ぶりの、ね、サードを守るというねゲームでもありますし、さあボール先行の2ボールです。3球目バントする。三塁前いいバントになった。一塁送る送りバント成功。さあ茶野が送ってきました。きっちり仕事しますね、ねえ、はい、そして中島監督が代打を告げて背番号55番が左バッターボックスに向かっていきます。久しぶりに見ますけどね。そうです ね、まあお客さんもね、はい、もう今みんなねスマホで全部チェックするんで、はい、あ今日登録されてるなっていうのは ね当然知ってたんでしょうけど ね、まあ、結構今沸きましたよね、はい、初球まずは変化球で外れます。2球目低め、あのボール球がすごくはっきりしてるんですよ ね、はい、そうですね、際どいボールがないんですよね、まあ、ちょっとその辺が苦しさがありますね。T 岡田これ逆にチャンスですよね。ーボールが2球先行しての3球目代打起用に応えました。 T 岡田昇格即結果を出しました。良かったですね。松谷さん1球で締めましたね。そうですね、はい、まあ、ボールが先行する中で ね狙っていったボール場内を砕いた後のタイムリーヒット。18年目ベテランですね、そうですね。